はようございます、モーリーです。だんだん日ごと暖かくなってきまして、春らしくなってまいりました。テニスをするにはもってこいの季節になってきましたね。今日は3月8日、いよいよ来週また、中級クラス、優勝への道の試合があります。それに向けて、今日ちょこっと練習していきたいと思います。1月今年入ってからですね、ストレッチをほぼ毎日、やるようにしてまして、結構肩周りの動きが良くなってきたんではないかなと。ということで今日は久しぶりにビッグサーバーへの道、ビシッとやってみようかなと思いますので、よろしくお願いします。来週の試合ではちょっとサーブが武器になっちゃうんじゃないかなと期待しております。それでは、はい、こんにちは。こんにちは、モーリーです。太郎です。サーブを久しぶりに、はい、私がアドバイスさせていただきます。太郎コーチに見ていただきたいと思います。はい、上手くなったかな。だいぶこの間の試合では上手くなってましたね。一気にいっちゃうかもしれない。ビッグサーバーへ、全身が映るような感じ。お、ナイスサーブ。お、上を見続けることで、はい、結構体の横向きがうまくキープできてますね。やっぱり上見続けない時ってこう前に倒れるんで、こう上を見続けようっていう意識で体がこう倒れない状態をキープできてる感じですかね。はい、はい、すごくいいと思います。ありがとうございます。はい、今やろうとしてることは顔を残すこととラケットヘッドダウンすること、ヘッドダウンすることがしたいなと思ってるんですけど、なかなか。で、あとは高いところでこう合わせる、高いところでこうならないで、はい、ピッてできるように、あ、ピッと上に乗って打てるように、はい、そうです。で、それを全部、はい、いっぺんにやるために軽く打ちましょう。軽くっていうのは全部適当にやるわけじゃなくて、やるべきことをちゃんとやった上で軽く打ちます。そうすることで自然と全部がつながってきますから、ちょっとやってみてください。 OK、 軽く、俺は軽い人間さ。やるべきことはやるけど軽く打つ。おお、ナイスサーブ。今のはいいですね。よくわかんない。そうなんですよ。なぜ脱力が難しいかっていうと、軽く打つと強いサーブがいくんですよね。いや、今ね、いい当たりでね。いい当たりで。パーンといったんだよね。はい。かし。やるべきことをやって軽く打っただけですからね。おお、はい。やるべきことをちゃんとやって、でもちょっと軽く打つ。顔をちゃんと上向くことと、ヘッドダウン、ヘッドダウンすることと、ピッてやること、ピッてやること、3つやりたいんですけども、3つできません。1個でいいですよ。じゃあ僕はちょっと顔をしっかり、顔を残す。次はヘッドダウンだな。ヘッドダウン。じゃあそろそろ本題に入りましょう。こちらへ斜め右側にそっちに抜いていきたいんですね。大体のプロはこっち側に。そう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 、結局そうするとこうシュルルって。そう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 、今自分が正しいことができているのかできてないのかが全くちょっとわからない。フレームからいったらボールが当たらないじゃん。あ、そうですね、フレームに当てたら大したもんです。
じゃあ新しいやつで行ってみましょうか。ニューサーブ。ちょっとニューサーブってかっこいいですね。